ルベ・シャンプリエは1976年にフランスでスタートしたバッグブランドです。京都三条通りに一軒家をリノベーションした路面店をオープンしました。古い町屋が取り壊され、15年前に建てられた木造3階建ての一軒家は良くも悪くも画一的な建築の姿になっていました。すべてを一新するのではなく、既存の姿を生かしながらエルベ・シャプリエらしい店舗へと変換することを目指しました。敷地と建物形状が継承する本来の町屋の作りを空間構成に落とし込むことで、建築自体のよみがえりとお客様にブランドならではの世界観を存分に感じていただく空間を実現しました。入り口からは土間が広がり、小上がりの先には光が注ぐ奥庭が見え、心地よい風が通り抜けます。木造建築の構造を見直すことで、南北が一続きの奥行きのある空間を実現しました。天井の照明を最小限にしたことで、自然光が空間全体を柔らかく包み込みます。日が暮れるとともに手元に明かりが灯り、京都の街とともに一日の変化を受け入れていきます。普遍的でシンプルなデザインに、オーナー所有のアンティークの家具や季節の装花が丁寧にスタイリングされて、まるでエルベ・シャプリエの家メゾンを訪れたような心地よさと、ブランドが持つしなやかな空気感を感じられます。店内のにぎわいが表通りににじみ出して、親密感のある雰囲気を作り出します。この建物が建てられたのは平成ですが、京都の町や土地の記憶に倣い、本来の町屋の作りを空間構成に落とし込むことで、この先もずっと町とともにお客様に愛される店舗になっていくようにと願いを込めました。